知ることでゲームはもっと楽しくなる。どうも皆さんこんにちは、キンタンです。フォールアウト世界の解説動画を作っております。よろしくお願いいたします。というわけで今回の解説でわかることは、ボルトボーイのすべて。フォールアウトといえばこいつ。このシリーズすべての代名詞ともいえるマスコット、ボルトボーイを完全に解説します。様々な要素が絡み合う存在なので、今回は3回に分けてお送りします。それでは早速始めていきましょう。ボルトボーイ徹底解説第1章、ザ・フォールアウト。ではまずは基本情報、彼の概要からお伝えしていきましょう。ボルトボーイは古くは初代フォールアウトから登場している架空のキャラクターで、フォールアウト作品では作中だろうがリアルだろうが至るところで目にする。フォールアウトを知らない人でも知っているくらいの有名な存在です。そしてボルトボーイはボルトテック社の登録商標であり、作中の同社の製品の中でも至るところで使われています。つまりボルトボーイは作品自体を象徴する存在でありながら、ボルトテック社が採用していたマスコットキャラクターであるという二面性を持つわけです。作中ではボルトテックのピップボーイを使わなければいけないという縛りから、どんな場所でもどんなタイミングでも目にする、まさしくフォールアウトの象徴であり、その登場範囲はボルト内のポスターはもちろん、あの有名なボブルヘッド、戦後生き延びるためのガイドビデオや、ピップボーイの映像表示、中でもクエスト関連や、ステータス関連、パーク関連はすべてボルトボーイのイメージが使われています。他にも実績やトロフィー、ゲームパッケージ、関連グッズ、他作品への登場など、作中以外でも至る所に存在します。初期の頃はその名称は安定しておらず、ボルトボーイの他にもフォールアウトボーイ、ボルトガイ、ボルトマンなどと呼ばれ、スキル画面で使われることが多いことからスキルガイとも呼ばれていました。当時は開発側ですらその名称は統一されておらず、ピップボーイと混同することもよくあったようです。よって彼がいつからボルトボーイと呼ばれるようになったのかは明確には分かっていません。当然ですが、外伝作品を含めてフォールアウトでボルトボーイが登場しない作品はありません。その存在はまさに主人公の分身であり、戦後世界をたくましく生き延びる生存者を表しています。つまり皆さん一人一人がボルトボーイであるとも言えるのです。その外見は金髪に不敵な笑みを浮かべ、ボルトスーツをまとっている姿が定番で、ボルトスーツのナンバーはその作品にまつわるナンバリングとなっています。この演出があなたこそがボルトボーイであるという認識に一役買っているわけです。そのデザインには無限ともいえるバリエーションがあり、戦後世界であり得ることは全てボルトボーイで表現することができます。そしてこれはここまでの作品にとどまらず、今後いくらでも新しい姿が追加されることを意味します。またボルトボーイの指は実は4本。こちらについては放射能の影響で減ってしまったという意見もありますが、海外のこういったキャラクターでは指の数が減るのは普通なので、ただのデザイン的な都合でしょう。一部では3本指も確認されていますが、深く気にすることでもありません。それでは次はバリエーションについて確認していきましょう。ボルトボーイにはいくつかのバリエーションがありますが、最も有名なのは女性バージョンのボルトガールでしょう。彼女はその名の通り女性主人公に合わせた存在ですが、その登場はかなりレアで、たとえ女性主人公であっても基本的にはボルトボーイが適用されます。ちょっとマニアックですが、ボルトボーイ2000についてもお伝えしておきましょう。ボルトボーイ2000はフォールアウト76で初めてその名前が与えられた初代から登場しているボルトボーイです。尖った耳に赤と黄色のヒーローのような服装をしており、髪は珍しい赤毛です。ただ彼はフォールアウト3以降にはほぼ登場しないため、その存在を知らない人もいるでしょう。
フォールアウト4ではピップボーイ 1.0 のコンセプトアートなどで登場しています。これは考察ですが、ボルトボーイ2000はロブコが開発初期に作ったマスコットキャラクターであり、それをボルトテックがマイナーチェンジして宣伝に使ったのではないかと思います。この場合ボルトボーイの元祖はロブコということになりますが、真相は謎のままです。ちなみにフォールアウト76ではキャンプに設置できるオブジェクトとしてボルトボーイ2000が登場します。現在確認されているのはカットアウトとぬいぐるみ、デスクランプのみ。こういったマニアックな要素もクラフトできるのは本当に素晴らしいことです。他にもレアキャラクターとして黒人っぽいボルトボーイも存在します。彼はフォールアウト2のイントロでちらっと登場しています。ではお次は彼の最も有名なポーズであるサムズアップについてお話ししていきましょう。ボルトボーイといえば笑顔でウインクをしながらサムズアップをするポーズが有名ですが、このポーズに深い意味があることを皆さんはご存知でしょうか。この情報にはいくつかの注意点がありますが、まずはどんな意味かをお伝えしましょう。このポーズは核爆発を確認した時に自分が今いる場所が安全かどうかを確認するためのものだと言われており、この親指よりも爆発が大きければ危険、小さければ安全という危険度の指標を表します。要するに核爆発を親指と重ねているポーズというわけです。ただこれについてはボルトボーイを描いたクリエイターが直接否定しており、彼によればこの噂は全くの嘘とのこと。しかし彼が書いたのは実はこのボルトボーイではなく、もう少し控えめなこちらのボルトボーイ。実際に問題のサムズアップを描いた作家ではないので、本当に嘘なのかどうかは誰にも分かりません。当時はこの親指で安全度を測っているという説を後押しする意見もありましたが、制作陣が言及したことはないため結論から言うとデマです。しかし私はこの説がとても好きですし、あながち間違っていないような気がします。彼に当たっている光の角度もそれっぽいですし、ウインクに見えるのは親指と核爆発をうまく合わせるために片目をつぶっているだけのようにも見えます。というかもうそれにしか見えません。何よりもフォールアウト世界のブラックユーモアにマッチしすぎです。制作側が言及していないのは倫理的に危ないテーマだからであって、本当はそのつもりで作っているというのが私の結論となります。ちなみに現実に核爆発を目撃したら基本的には助かりません。キノコ雲が死人できた時点でアウトです。では最後に実際に仲間になるボルトボーイについてお伝えしましょう。これを知っている人はわずかでしょう。フォールアウトタクティクスにはなんと仲間になるボルトボーイが存在しており、実際にプレイヤーが率いる小隊に編入し共に戦うことが可能でした。当時の名前は携帯型デバイスと同じピップボーイ。装備しているのは FN-FAL と呼ばれる軍用ライフルです。こういった要素があるのはとてもいいですね。というわけでボルトボーイ徹底解説第1章は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。